4月29日、松山市上野町の大宮八幡神社で春の秋季大祭の神事が行われました。これは大宮八幡神社の春の例祭と大宮近平大明神の大祭として1年の五穀豊穣を祈って毎年行われています。これは大宮八幡神社では1年に大きな2つ、秋と春とがお祭りでございます。まあ、今年1年最初の春祭り、それが終わりますと秋になると10月の7日、秋祭りがございます。はい、春は1日この大宮八幡神社の境内で神さんの下で1日皆さん楽しんでいただく、そういったお祭りでございます。はい、以前は大宮近平大明神と大宮八幡神社のお祭りと2つ分けてやるよったわけです。2つに分かれますとカラオケなんかがどうしても偏りますんで、月に2つも大きなお祭りの難しいんで、それで30年前ぐらいから近平大明神と大宮八幡神社と一緒にするようになりました。はい、こういうイベントもですね、いろいろと、皆さんやっておられると思うんですが、最近やっぱり、年とともに、廃れていくというのが、この世の中なんで、みんな奮起一転としましてですね、もう一回盛り返そうということで皆さんが頑張っていただいております。来年も来ていただいたらと思いますので、よろしくお願いいたします。境内ではカラオケ大会やフラダンスなどが披露され、訪れた人たちを楽しませていました。訪れた人たちは春のお祭りを楽しんだようです。